さあ今日はですね、ちょっと地方にお仕事に行くということで、お仕事ブログを、ちょっと回してみようかなと思います。新幹線でね、まあ朝ごはんって感じなのかな、牛タン弁当を買いました。うまそう。ちょっとね、ちょっとお肉少ないなとは思ったんですけど、まあ美味しく食べたいと思います。ちょっとね、塩コショウしょしょしょっと振って、うまいっすね。そうですね、ちょっとお肉に対してね、多めに米をいかないとちょっとバランスが取れなくなってしまう、そんなお弁当でした。でもお肉はめちゃくちゃ美味しかったですね。紐を引っ張るとあったかくなるシステムのお弁当で、とっても美味しいです。そして読書タイムですね。東京駅の本屋さんで買ったんですけど、今読んでるのは、ノンスタイルさんが書いている答え合わせという本でした。さあなんだかんだ、2時間ちょいかな、新潟着いて会場の、新発田市市民文化会館というところに到着しました。ここで今日は私、なんとトークショーを、行うお仕事でございます。さあ衣装チェンジでございます。こんな感じで、私服はねこんな感じなんですけど、妹になりましたね。まだメイクはしてない前の妹ですね。さあこっからちょっと初めての試みなんですけど、ちょっとメイク動画っていうのを、回してみようかなと思っておりまして、結構ノンストップ気味で回していきたいなと思います。うん、今はですね、日焼け止めだけ、塗っている、まあ、ほぼほぼすっぴんという状態ですかね。ここからどうやって、太眉の妹ができていくのか、皆さんぜひ見てもらえると嬉しいです。何かがない様子ですね。あ、下地を忘れた模様です。まあもういいかということで、もう直接リキッドファンデーション塗っていきます。これメイク動画なんでしょう、皆さん。こんなもんなのかな、何か気づいたことがあったらぜひコメント欄にコメントください。もっとこうした方がいいとかね、おすすめのメイク道具とか、そういうものがありましたら教えてほしいですね。ちなみに今使っているこのブラシはですね、これ結構いいやつで、ニールズヤードさんのブラシですね。これはすごくいいやつだと思うんだよな。あ、出た、メイク動画っぽい。これもメイクさんに教えてもらった、最後にお粉を塗るといいよと言われ、イハダというところのお粉を塗っています。まあもう早いですね、もうさっさっさという感じですね。基本的にこのセーラー服と太眉の時のメイクは、ロケの時は自分でやります。ただロケ中はもうほぼ日焼け止めともう眉毛ぐらいですかね。そしてさ、こっからいよいよ、太眉、今回のメイン太眉に入っていきたいと思います。これね、いつもどうやって描いてるんですかというふうに言われるんですけど、この三吉さんの、眉ペンで、ただ、縁取って、あとは
塗るのみですね。まあ、なので思ってる以上に、まあ、早いって感じですかね。なのでわりかし、まあ、太眉も18年ぐらいやっているので、まあ、だいたい形太さは決まってきてはいるんですけど、まあその日のわりかし気分みたいなものもありまして、ちょっと今日太いなとか細めだなみたいな時は多々ありますね。あ、でも終わった後食べるとちょっとなんかね、わりかし緊張していたりとか気合が入っていると太くなりがちみたいなところもあるかもしれないですね。こんな感じでもうほぼほぼ眉毛はできたようですね。完成。完成しました。じゃあ一応ピン止めをして。髪大丈夫だよね。一応なんかあとはもうほぼ雑にリップを塗って落としちゃったのかな。あとはちょっと髪のなんかああいうのもあんまり持っていないもので、いわゆる、まあ、女子の皆さんが使っているようなアイロンみたいなものも私持っていないので、まあ、買おうともしていないということで、まあもうほぼ手ぐしですね家では。はい、一応ね今回は人前ということで、こういうねコームを使って今髪の毛を解いて、あとはもうピンで留めよう。それぐらいですね。まあ、あのメイクさんがいらっしゃるときはねこうブローとかしてくださったりとかねあるんですけど、自分でやるときはもう手ぐしですね。ほぼどれぐらい5分ぐらいです。なんと5分でメイク完成ですね。早い。なので、あとは、まあ、打ち合わせまでにご飯を食べたいと思います。本当にね今回すごい豪華なお弁当でね、新潟のこう名産が美味しいものが詰まった本当に美味しいお弁当でしたね。これちょっとずついろんなものを食べれるお弁当っていうのはとってもいいですよね。この海藻みたいなものもとっても美味しかったですね。そう、エビフライがあったりとかね、本当に豪華な美味しいお弁当でした。そしてこれもですね楽屋に、差し入れとして置いてくださっていた、新発田市名物の、ごま団子でしたね。柔らか、本当にね柔らかくて美味しかったな。うまっ、柔らかい、めちゃくちゃ美味しかったです。中はねコシアンだったかな。あ、美味しいこれ。味わってますね。まあ和菓子がとっても好きなのですごく嬉しかったですね。そしてまだまだ甘いもの続きます。続いては笹団子ですね。まあ、新潟といえば笹団子というわけで、こちらの方も差し入れしていただきました。ありがとうございます。最高だね和菓子2連ちゃん。うん、これもね上品なあんこの甘さが
とっても美味しかったですね。いやー、もうね、本番前近いんですけどね、めちゃめちゃ食べちゃいましたね。さあ、いよいよ、ステージ裏に移動して、ここからトークイベントが始まります。緊張してるね。こういうのに喋るとかまた地元の祭りとかもあるけど、ほぼ初って感じですか。不安をかき消すかのように、マネージャーに喋り続けていますね。私の話ですか。私の話インドさんの話、はい。いよいよじゃないですか。よし、頑張れ。はい、まあ、私のね、結構いろんな昔からちっちゃい時からの話もたくさんさせていただきました。みんな本当に温かい方々でね、新潟とっても最高でした。ありがとう。